アメリカでさえ一目置くほどの潜水艦隊ゲイ型の人ゲイ、潜水艦が実戦配備開始との情報をキャッチしました。今回は、そんな人ゲイ、潜水艦実戦配備で中国も恐れる極東情勢を詳しく見ていきますね。台湾潜水艦の海軍が実戦配備されると、台湾海峡では中国は撤退するしかないですね。台湾も、いきなり、世界屈指の性能を手に入れて艦長もお手上げですね。海上自衛隊の静粛性は世界一とも言われています。マジでやばいね。2024年3月に就役を果たした海上自衛隊の最新の通常動力型の攻撃型潜水艦がジンゲイで、タイゲイ型の3番艦として、2020年4月に寄港され、2022年10月の進水を経て、神奈川県の横須賀を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に配備された。その最新鋭のジンゲイが、この2024年5月、これまでは、真っ黒な船体のセイルの部分に、大きく、白文字で515とペイントされていた艦の通し番号を示すものを拭い去ったことを、海上自衛隊側が、公式の SNS 上で報告した。海上自衛隊に所属する水上艦艇であれば、こうした個々の艦艇に付与される艦の番号は、就役後もペイントされたままであるが、海中に潜み、敵国に特定されないことを目的とする潜水艦では、実戦配備の際には、この番号も除去する流れとなっている。したがって、今回、ジンゲイから、この艦の番号が拭い去られたということは、今年3月に就役を果たした同艦が、いよいよ、本格的に実戦配備を開始したことを意味するとめされており、安全保障環境の悪化に直面している日本の新たな戦力となることが期待される。ちなみに、ジンゲイの拭い去られた艦の番号は前述したように515だったが、これは海上自衛隊の潜水艦として連番で割りられているもので、潜水艦自体の艦級が変わっても連続して付けたり番されているものとなっている。そして、海上自衛隊では、通常動力型の攻撃型潜水艦の艦の種別を表す記号として SS を用いており、建造される潜水艦は、現状では、この形式のものしか存在しないため、基本今は、SS-000 という連番で区別されている。そのため、タイゲイ型の1番艦である、タイゲイは、SS-513、2番艦のワクゲイは、SS-514、そして、今回のジンゲイが SS-515 となっていたが、艦の種別が変更になると、その連番も新たなものに置き換えられる。ちょうど今年はジンゲイの就役をもって、1番艦のタイゲイが試験潜水艦へと艦の種別が変更されたため、これによってタイゲイの艦の番号も元の SS-513 から SSE-6201 というイレギュラーなものに置き換えられている。一番艦のタイゲイが就役を果たしたのは、わずか2年前の2022年3月であったため、これほど最新型の潜水艦が試験潜水艦へと艦の種別が変更されることには意外な感じもしたが、それだけ今後の潜水艦の装備の開発に注力することへの表れなのかもしれない。これまでの海上自衛隊においては、特定の艦が試験潜水艦に固定されることはなく、実戦配備されている艦が持ち回りで必要に応じてその任務に当たる体制であり、その意味ではその任に従事する際には実戦配備数が減っていたとも言える。これを今回からタイゲイを試験潜水艦の専用艦 SSE-6201 としたことで、当然各種の今後の潜水艦に向けた新装備等の開発のスムーズな推進はもちろん、実戦配備されている潜水艦の数も実質的に増加させたことにもなる。したがって、2024年6月時点での海上自衛隊の潜水艦隊の構成は、2022年3月に一旦完了した現行の22隻体制から、表向きは変更はないが、実戦配備が22隻に加え、練習潜水艦の2隻、試験潜水艦の一隻を別に持つ形に強化されている。実戦配備されている潜水艦の内訳は、
前々級で最も古い親潮型が8隻、前級の総流型が12隻、最新鋭の大芸型が2隻となり、練習用潜水艦は親潮型が2隻、試験潜水艦は大芸型1隻となった。今の段階では最新鋭の潜水艦である大芸型が最終的に何隻建造されるのかは未確定ではあるが、すでに4番艦の雷芸は昨年2023年10月に浸水、以後の5番艦が2022年4月、6番艦が2023年3月、7番艦が2024年4月に寄港済みである。現状で最も旧式の親潮型が8隻実戦配備中である状況を考慮すれば、その代替には当然8隻が必要となるため、すでに寄港済みの大芸型が4番艦から7番艦まで4隻あるが、これにプラスして4隻の合計11隻の建造が確実ではないかと思われる。これまでも親潮型は総数で11隻、総流型は総数で12隻が建造されており、そこからすれば現行の大芸型も11隻の建造というのは妥当な数であり、同数で代替する前提に変更がなく、22隻体制を維持するには必須の数となる。さて大芸型であるが、今回本格的な実戦配備を果たした神芸を含め、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルの船体を持ち、通常動力型の潜水艦としては、世界でも有数の規模を誇る。大芸型は、この船体に、川崎重工業社製のディーゼル機関を2機と、リチウムイオン蓄電池と発電機を組み合わせたディーゼルエレクトリック方式の推進機構を採用しており、この機関は、最大で出力6000馬力、水中速力で20ノット以上を発揮する。今回実戦配備を行った大芸型の3番艦の神芸までは、重機である。ディーゼル機関は川崎重工業社製の 12V25、25SB であるが、以後の4番艦、雷芸からは、これが、同社の新型の 12V25、31に改められることが決まっている。この重機である川崎重工業社製のディーゼル機関の変更後も、大芸型のカタログスペックとしての数値は、従来までの出力6000馬力、水中速力で20ノット以上というものから変更はないようだが、性能は高められていると召される。もともと、大芸型の建造にあたっては、前級である、総、流型の最終の2隻と同様に、リチウムイオン蓄電池を用いた形式を踏襲したが、当初より、その搭載を前提とした専用の設計となり、より、その性能を活かすことが基礎されていた。具体的には、これまでの鉛製の蓄電池と比較して、リチウムイオン蓄電池は、より大電流を用いた持続的な充電が可能となったため、これに対応する新型のシュノーケル発電システムを、大芸型用に開発を行っていた。この新型のシュノーケル発電システムを最大限に活用するためには、それに対応した新型の 12V25、31ディーゼル機関の搭載が必要であったが、今回の3番艦の神芸の建造には、この機関の開発が間に合っていなかった状態だった。通常動力型の攻撃型潜水艦しか保有していない海上自衛隊にとっては、マストである、ディーゼルエレクトリック方式の推進機構で、いかに、連続潜航時間やそれによる作戦行動半径の拡大を行えるのかが、大きな課題となっている。そう、流型の最終の2隻が、現行の大芸型と同じディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機を組み合わせた形式で収益を果たした際には、それまでの10隻で採用されていた非対機依存推進を廃止したことに、疑問の声も聞かれた。ことに、世界的には、通常動力型の攻撃型潜水艦の動力の構成は、非対機依存推進が、ベストという、風潮が当時は強く、海上自衛隊の、総、流型の後期型2隻が、それを捨てて、リチウムイオン蓄電池を採用したことには、賛否の意見があったように思う。しかし、日本の、総、流型の後期型2隻以降、リチウムイオン蓄電池を搭載しする通常動力型の攻撃型潜水艦は増加してきており、
お隣の韓国の超多目殺機ジャンボ5産型や、台湾初の国産の潜水艦である海コン、ハイクンも、同様の機関構成となる見込みである。日本の現状における最大の仮想敵国である中国は、攻撃型潜水艦に、原子力推進と通常動力型の両者を揃えているが、後者は、やはり、リチウムイオン蓄電池の搭載が今後は有力視されており、今後、しばらくは、この傾向は続くと思われる。